加藤常忠加藤常忠大正12年3月26日は、日本の外交官、政治家。旧姓は大原。郷は拓船。衆議院議員、貴族院直選議員、松山市長、近景官市高。三男中座ブロは、阪急電鉄の車掌、阪急百貨店の職員で、廃人、正岡式の妹、律の養子となり正岡家の妻子を継いだ。 伊予国に伊予松山藩の従者、大原勘山の三男として生まれる。父の死後、上京し、1876年旧費の管理、養成所である司法商法学校に入学、フランス語とフランス法を学んだ。1879年1月廃絶していた、遠跡の加藤家を起こし加藤家古主になった。同年2月校長の方針に反対し、退学。 中江町民の塾に入る。1883年11月、フランス留学のため出国し、翌1884年1月、パリに到着。1886年、外務省に入りフランス在勤となる。1890年12月、パリを立ち、1891年2月に帰国する。外務省政務局を経て、 1892年から1897年にフランス公使官書記、その後大臣秘書官、人事課長、ベルギー公使などを務める。1906年にジュネーブで万国赤十字改正会議の全権代表になるが伊藤博文と対立し、翌年に退職した。大阪新報社長権主筆、大阪北浜銀行取締役となる。1908年5月。 第10回衆議院議員総選挙に愛媛県松山市区より出馬して当選。衆議院議員を一期務める。1912年5月27日、貴族院直選議員となり、こういうクラブに属し死,死去するまで在任。1917年12月15日、金急官司校を仰せつけられた。1919年、第一次世界大戦後のパリ講和会議に参加。 シベリア出兵後、1919年8月12日、特命全権大使となりシベリア派遣大使に就任し、近景観志向は消滅した。1922年に、第5代松山市長に就任し、松山高等商業学校の設立に尽力した。翌1923年、任期途中に食道岩で死去した。訓位等局実大助章が追贈された。 墓所は、松山市の総向寺にある、一界勲章等外国勲章拝用院教加藤家、正岡常直、正岡常則、加藤茂隆大原ありつね八重、十九郎、加藤常忠六十郎、歌原昭洋十、正岡中三郎、正岡博士、正岡明、野上俊和綾、ありがとうございます。